主幹寺は、高知県高知市にある寺院。三号は、本尾山。陰号は、須作院と号する。宗師は、新言宗と世山派。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所霊城の第三十四番札所。安山祈願の寺である。本尊新言、おんころころ仙りまとうに草和か護栄か。世の中に負ける五国の種までら深き如来の大日なりけり。 農教院、当時本尊、奥野院瑠璃鉱物寺伝によれば、陽明天皇在院の頃、四天皇寺を建立するため来日した、くだらの仏師が帰国の際に暴風に襲われてこの地に、近い秋山の港に漂着、航海の安全を祈願して、薬師にお来刻んで、本を山いただけに安置したのが起源であるという。その後、後任年間に空海が巡尺し、 道武を混流し仏師が刻んだ薬師如来を本尊として安置して回帰したと言い,い、その際に唐から持ち帰った五国の種を境内に撒いたことから、事業が定められたという。天略年間には、村上天皇が藤原神家を直視にして、主観の直学を課し、土佐藩主からの信仰も得ていた。神仏分離令で廃寺となるが、明治十三年に再興される。 石中門を入ると主牢があり、光明殿前から右に入ると、左に水子地蔵村、右に栗農協所があり、その先に大志堂が並ぶ。左手に地蔵堂、そこの抜けた秘釈が肥やす観音を取り巻く堂があり、最も奥にコンクリート作りの本堂が立つ。石蔵町津鉢本大山奥の院山の斜面に作られた簡素な堂に薬師如来が祀られている。 以前は大使が一晩で刻んだとされる薬師瑠璃公如来像が安置されていたと伝わるが戦後の混乱期に盗難に遭い現在は薬師瑠璃公如来を模した石仏家が安置されている農協は主幹寺で行っているなお以前は見陰の授与があったが現在はないありがとうございます